こんにちは、沖縄まちふらチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は長崎県南西部に位置する県庁所在地でもある長崎市長崎駅を中心に散策したいと思います。というわけで、私は今稲佐山展望台に来てるんですけども、斜面に広がる街並みと港町の光景を一望できます。そして日本三大夜景の一つでも有名なんで、夜の姿も見ていただきましょう。やっぱり夜景は有名なんで人もたくさん来てました。本日の動画の詳しい内容は説明欄に書いていますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それでは長崎駅に行ってみましょう。はい、長崎駅の方にやってきました。ホームは2階なんで改札は1階になってます。改札は IC 対応になっていて、1番線から5番線まであって、3番5番線が特急が乗り入れております。出口は西口と東口。路線図を見ていきます。お隣の諫早市までは7駅、観光で有名なハウステンボスまでは18駅になってます。次に駅構内を見ていきましょう。2020年に5代目駅舎として完成したので、まだまだ綺麗ですね。木のぬくもりをね、感じるような作りで、このちょっと黄色いライトがよりこの木の駅舎をね、美しく見せてくれてます。で、駅構内に長崎街道かもめ市場っていうのがあって、お土産はもちろんなんですけど、ご当地のレストランなんかもたくさん入ってるようでした。で、長崎のお土産と言ったらやっぱりカステラと長崎ちゃんぽんですよね。で、お魚もね、美味しいみたいで、こうやって刺身シティっていう看板があったりとか、改札出たところにね、こうやってかまぼこのね、自動販売機もあったんでね、ぜひね、買ってみてください。で、構内歩いてたらひときわ目立つ赤い看板があったんですけど、九州新幹線の長崎武雄温泉区間が9月23日にね、開通するっていうことなんですね。なのでね、また改札はこんな感じでした。じゃあここからはね、西口を見て東口から長崎駅を散策していきましょう。で、西口出たところはこんな感じになってます。かなりもう整備はね、できてましたね。で、向かいに出島メッセ長崎っていうのがあって、まあ、成人式やったりとか、まあ、企業の展示会なんかができるような大ホールがあるようなとこですね。で、長崎駅見てもらった通り、ガラス張りが美しくてかっこいい近代的な作りになってます。で、外壁の方はというとレンガの作りになってるんで、かなりねおしゃれな作りの駅舎になってます。東口の方はね、今工事中なんですけど、2025年に向けて開発予定なんで、すごい楽しみですよね。で、完成図がこんな感じになってます。で、あの仮の歩道を歩いていったら、タクシーのロータリーがあって、こうやってあの歩道橋みたいになってるんで、歩道橋の上からもちょっと見ていきましょう。かなりね、上から見たら大規模な工事中っていうのがよくわかります。で、歩道橋の上もね、かなり広いね、広場みたいになってましたね。で、駅前にホテルニュー長崎とアメプラザ長崎っていうのがあるんですけど、こっちはね、映画館も入ってるような5階建ての大型の商業施設になってましたね。で、そのちょうど向かいぐらいが路面電車の長崎駅前の駅ですね。で、こっちはあの北方面なんで、ずっと行ったらね、平和公園がある方面です。で、この路面電車ちょうどね、西から来る路面電車と南から来る路面電車との合流地点にもなってますね。というわけで、ちょっと長崎駅周辺が長くなったんですけども、歩道橋を降りていって、今日はこんな感じで行くんですけど、とりあえず南にね、出島中華街方面に向かって歩いていきたいと思います。で、早速大きい交差点、朝日大橋東口の交差点まで来たんですけど、で、向こうに見えるんが警察本部と長崎県庁ですね。で、交差点渡ってすぐ大きくそびえ立つのがレジデンシャル長崎っていうマンションで、向かい側に長崎公務員学校とトヨタの長崎本店を見えたこの交差点が五島町の交差点なんですけど、ここをね、港の方に行きたいと思います。
でこっちの方がちょっと見やすかったですね。手前が県警本部で奥が長崎県庁ですね。で、あの共同オフィスがあったんですけど、長崎ビズポートって、そこの下にね、こうやっておしゃれなカフェがあってですね。で交差点のとこまで来たらケーズプラザっていうパチンコ屋さんと、その横にね、地下1階から3階までの大型の商業施設、夢タウン夢サイト店で、その向かいにおにぎり専門店ですかね、茶の間っていうお店がありましたね。でここをね曲がって202号線の方に戻って出島の方に行きたいと思います。でここにもね、なんか干物の工場直営って言って津田水産っていうのがありましたね。でここの交差点が202号線の大鳩の交差点ですね。ここにも路線バスの大鳩の駅があります。で玉江橋まで行って、ここの交差点を出島の方に渡っていきたいと思います。でここが渡ってすぐの出島の様子ですね。街並みがね、江戸時代っていう感じですよね。でここ右手に見えてるの、この屋根あるところが何かわかんないんですけど、ちょっと透明のパネルに江戸時代の出島の護岸の様子みたいなのが書いてましたね。でここがあの出島の入り口の門になるんですけど、大人は520円、高校生200円、小学生中学生が100円の入場料になってます。ただ今日はね、ちょっと中入らずに中華街の方に行ってみたいと思います。でここのね、ちょっと大きい橋を渡って、まあ、実際ねここからちょろっとだけね中見えました。今はね出島自体島にはもうなってなくて、周りは埋められてるんですけど、まあ、江戸時代当時は島になってて、橋だけで渡れるようになってたみたいです。でまたね、路面電車が通る通りに来まして、ここの交差点を渡って、で中華街の方に行くんですけど、ほんと出島からね中華街まではね5分ぐらいで着きましたね。でね、日本のね三大中華街の一つで、横浜、神戸、長崎の3つなんですけど、規模的にはね長崎が一番小さいんですけど、歴史はね一番古くからあるみたいです。こういう感じのところに来るとね、ちょっとやっぱテンションも上がりますよね。食べ歩きっていうか、どっちかっていうとレストランに入って食べるっていうのが主流のようですよね。私横浜の方は行ったことないんですけど、神戸と比べてもね、やっぱし規模はねちょっとね小さい感じがねしましたね。なのでね、で今ざっとね北から南に歩いてきたんですけど、だいたいね150メートルぐらいですね。最後はねフルーツ大福のお店が閉めてくれましたね。で中華街抜けると、目の前に港公園っていうのがあるんですけど、ランタンフェスティバルがね有名みたいですね。でここの通りの名前が福建通り。でここからはあの東に進むんですけど、丸山公園の坂本龍馬像を見に行きたいと思います。ちょっと見えてきたのが、これ東の方の中華街の門ですね。で今からの船大工町商店街っていう通りに入るんですけど、でここの通りがね夜の繁華街みたいな通りやったんですけど、なんかねなんとか通りっていうのが結構入り組んでてですね、思安橋通りやったり柳小路通りっていうもんですかね、とかがね東川とか西川にね結構入り組んでて、規模がね結構大きい繁華街になってましたね。でちょっとヨーロッパ調の建物がね、これ交番なんですけどね、丸山交番があって、その横っちょに丸山公園ですね。でここの中に私が見たかった坂本龍馬像があります。でね、後で2つね見に行って、全部で3つ見るんですけど、一番ここのがね大きかったです。でピストルと刀とブーツを履いてるっていうことやったんで、ちゃんとね銅像も持ってましたね。で次に思安橋通り、思安橋横丁っていうところを通っていくんですけど、ちょっとここですね、ここは思安橋通りなんですけど、ちょっとね由来が行こうかな戻ろうかなっていうことで思安したっていうところからついた名前ですね。この通りもね夜のお店がねちょろちょろっとありましたね。で大通りに出ずにここを左に曲がったら
市安橋横丁になるんですけど、なんかね高級寿司店やったりとか、ここの通りはねどっちかっていうと飲食店が多かったですね。なんかこういうね細い路地にこうやってね飲食店街が並んでるのはね、なんかちょっとワクワクするのは私だけですかね。でまたまた路面電車の通りに出てきたんですけど、ここは春雨通りっていう道だそうです。じゃあね、今から長崎市で一番大きいね商店街の方に向かうんですけど、見えてきましたね、ベルナード観光通りの商店街で、南北にだいたい280メートルで、商店街入ったところに角煮まんで有名な岩崎本舗のキャラクターが迎えてくれました。で商店街入ってすぐ右手にケンタッキーやったりマクドナルドで、東西にこれクロスしてるアーケードが浜町アーケードって言って、こっちがね全長360メートルぐらいですね。で完全にねアーケードになってるんですけど、324号線の国道になってます。で左に見えたのが泉屋って言って、ここもね有名なカステラのお土産屋さんですね。でベルナードの意味なんですけど、フランス語で美しいという意味を持つベルと散歩道のプロムナードを合わせた造語でベルナードっていう名前になってるみたいです。で次はね商店街じゃなくなったんですけど、ここはアルコア通りっていうところです。でここチョコレート屋さんがある通りを左に曲がってメガネ橋に行きたいと思います。でここねメガネ橋行くまでにね、お曲がり猫神社っていうのがあったんですけど、神社ではなくね猫グッズを売ってるお店みたいでした。でメガネ橋着いたんですけど、なんで有名かって言ったら、日本初のアーチ状の石橋っていうところですね。でここ川ねよく見たらねフグがね泳いでました。まあ、海が近いんでね海水が上がってきてるんですかね。でこのメガネ橋、日本三大名橋のうちの一つで、東京の日本橋、山口県の錦帯橋で、長崎のメガネ橋っていう感じです。でここのね階段をね降りていって、まあおっちゃんには全然関係ないんですけど、ハートストーンがあるっていうところでちょっとね見に行ってきました。カップルの方はねぜひ見てから帰ってほしいですね。まあ位置的にはこれぐらいの距離のところにありました。じゃあここからはね山手の方に行って、龍馬通りを通って亀山社中でブーツの像で坂本龍馬の像の方に行きたいと思います。でここまたちょっとアルコア通りに入るんですけどね、ここの石畳がねほんといい感じですよね。でここを曲がったら突き当たりの通りの名前が寺町通りですね。ここを左に曲がっていきます。で興福寺があって、この門が浄安寺っていうお寺ですね。で次に見えてきたのが三宝寺って言って浄土宗のお寺ですね。で龍馬通りの手前にあるこのお寺が神宗寺って言って浄土真宗のお寺ですね。ここからはねずっと階段で登ってくんですけど、これね結構お年寄りにはね大変ですよ。私でもね結構大変やったんでね。でずっとね階段で上がってきたんでね、景色はね抜群でしたね。長崎の街並みっていう感じのがね見えました。で龍馬通りの入り口からだいたい250メートルぐらいですかね、やっと着きました。亀山社中なんですけど、日本で初めて株式会社として作った亀山社中で、そっからね 2,30 メートル行ったところにこのブーツ像がありました。ぜひねこのブーツを履いて夜明けは近いぜよって言ってみてください。でさらに登ること100メートルぐらいですかね、龍馬通りの上の入り口の方ですねにちっちゃい龍馬の銅像がありました。で龍馬の銅像の下にね古本が置いてあったんで、ね、まあねあの地元の人はねゴミ置き場として使ってるんでしょうね。でここからは亀山通りを下ることだいたい150メートルぐらいですかね、
若宮稲荷神社に着いたんですけど、ここに坂本龍馬の像が最後ありましたね。で、稲荷神社なんでね、こう下って降りてくるんですけど、まあ、この赤の鳥居がね、稲荷神社って言ったら有名なんでね、何本ぐらいあるんでしょうね。調べたらね、全部で70本ぐらいの鳥居があるようですね。じゃあここからはまた下っていって路面電車のある通りまで出ていこうと思います。あ、でもね、上がってねすごいしんどかったんですけどね、龍馬の銅像をね3つともね制覇できたんでね、良かったです。幕末のファンもね結構多いと思うんでね、このルートぜひおすすめなんでね、通ってみてください。で、ここ通り出てきたんですけど、新長崎街道っていう通りになります。で、ここ大きい交差点が見えてくるんですけど、こうですね、ここが馬町の交差点になります。対角線のとこにはね、諏訪神社の鳥居が見えてましたね。ここからはね、路面電車の通りに長崎駅の方に帰っていきたいと思います。で、長崎市の情報なんですけども、人口は約40万人の都市、九州の中で人口で言ったら6番目に多い都市で、福岡、北九州、熊本、鹿児島、大分、その次が長崎市みたいですね。まあでもね、人口云々っていうよりもね、観光がね結構あるんで、ほんとね、自粛がねなければね、多分もっとね人多くね来てるはずなんですよね。で、これ交差点渡ったところにあるのが市民会館ですね。で、ここからは桜町通りを通って長崎駅に帰っていきたいと思います。で、ちょっとまた話戻るんですけどね、長崎はねちょっと1日じゃね観光はね無理ですね。だいぶね出島とか私結構スルーしたんですけど、一個一個ねちゃんと見ていこうと思ったらね、まあ一泊はね絶対した方がいいですね。夜のね夜景も見て、次の日もゆっくり観光っていう感じがいいと思います。で、これ見えてきたんが、長崎市の市役所ですね。で、歩道橋を渡って向こう側に行くんですけど、今見えてたのが本館で、渡って、向かい側が別館になってます。で、また話戻るんですけど、まあ、今日ね僕歩いてずっと回ってたんですけど、まあ、ぜひねこの路面電車をね使ってみてください。皆さんは1日乗り放題やったらね600円で、1回乗るんでもね大人やったら140円ですね。で、東京のスイカやったり関西のイコカやったり、まあ、ピタパやったりもね対応してるっていうことやったんで、非常に使いやすいかなと思います。というわけでね、もうそろそろ長崎駅の方に帰ってくるんですけど、今回ね僕がね歩いた距離がね、まあ、地図帳で計算したらねだいたい6キロぐらいあったんでね、まあ、路面電車を皆さんはね活用してみてください。で、最後ですね、長崎県と言ったらやっぱりね平和公園を見てね、僕も帰りたいと思うんで、そっちに移動してお別れしたいと思います。じゃあ移動しましょう。はい、平和公園の方に移動してきました。で、さっき見に来た方が原爆が落ちた中心地ですね、こちらの家です。で、その横に浦上天主堂の壁を持ってきたものがあったりとか、まあいろんな、まあ、家やったりとか記念碑みたいなのがこちらにはありました。で、交差点を渡ると平和公園になるんですけど、長崎駅からはね路面電車で8駅でだいたい12、3分ぐらいですね。で、平和記念像見えてくるんですけど、天に上げた右手が原爆の脅威、水平に伸ばした左手が平和、軽く閉じたまぶたは原爆被爆者の冥福を祈っているとのことです。というわけでね、今日は長崎駅を散策して歩いて回ってきました。観光するとこもたくさんあるし、名物で美味しいものやったり夜景やったり、ぜひね皆さんはね2日ぐらいかけてゆっくり長崎を訪れてみてはいかがでしょうか。この動画を通してね長崎のことをちょっとでも知ってもらえたら嬉しいと思います。それではね、これからもいろんなところを歩いて回って散歩したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。
またお会いしましょう。バイバイ。